15ゲーム。またビッグ。すごいねこれ本当に。お化けが一回も来てない。やば。9ゲーム。すごくない？こんなに連チャンする？ビッグかな、また。お、初めてのお化け。また。7連チャン目にして化けが来ました。でよく連チャンした時にビッグ連チャンして化けが最後来ると埋まるとかって聞くことがあるんですけど、どうでしょう。はまんなかったね、化けの後も。18ゲーム。さあどうでしょうか。ファンキーやば。なんか今までで一番連チャンした気がする。すごっ。1回だけビッグバケか。すごいね本当に。まあ、何枚ぐらいあるかなこれ。8回中7回ビッグで、あの2000枚ぐらいあるよね。11ゲーム、今まで打ってたのは何だったんだろうってぐらいすごいんだけど。どっちだろう。ビッグ来い。ビッグ来た。またこれ。またこれだ。これしかないのかな。前回の前半の動画でこの曲のあの名称をね、視聴者さんが教えてくれてたんだけど、もう覚えてない。なんだっけな、これまた。
しゃ、来た。ちょっと待って、今何連チャン目だっけ。8連チャン ?9?8 だっけ。いやもう絶対ホール行ったら私もうファンキーと。今までのイエスローの中での全部の設定録の中で一番なんか楽しい。ミンズラクさんもね楽しかったんだけどね。ファンキーの方がやっぱりねすごい気がする。爆発力がね。来た。すごい。マイピカ来たよ。35ゲームです。それじゃ。35ゲーム。おっと、これはブドウですか。ブドウ抜き。チェリーだったってこと？オッケー。95 96 97。終わっちゃう。98 99 100 最後終わってしまいました。っていうことは10連チャンかな。10連チャン中2回だけお化けが来たっていうことですかね。すごい。何枚あったんだろうこれ。はい、ということで設定6何連チャンするかっていうね企画だったんですけど、結果は10連チャンでした。はい、今日の夕飯ですね。ウインナーにからし明太子かな。めっちゃ豪華。ちょっと奮発しちゃいました。全部ねセブンイレブンで買ったんですけど。そしてアクエリアスですね。それではいただきます。ちょっとね、温めて、ご飯で温めて食べるのが2ですね。やばい、カメラ持ちながらだとやばい。ちょっとこのままいっちゃいますね。おいしい。もうでっか、めっちゃでかくない？これ。うまっ。